僕はテレビとか見て、あ、ちょっと今話します。僕はテレビとか見てると、二世タレントっているじゃないですか。最も成功したのは二つしかいないと思うんですよ。一つは、まあ、三つ目入れとこうかな。一つ目は、モノマネの青木隆二さんね。うん。あとは、宇多田ヒカル、藤圭子の娘の、あと、ワンオクロックのタカ。森進一のね、息子。あれを聞いたときは、本当に僕は、びっくりして、目玉がちょっと飛び出ちゃって、ちょっと、ね、眼科でも行こうかなと思ったぐらい、すごく驚いて、これが森進一と政子の娘、あ、息子なのって思ったときには、で、あんま年変わらないし、すごいなって思いました、タカは。うん。で、ヘアスタイルも髪型とか、顔もそうだし、ファッションもかっこいいし、何でも似合う。本当に、で、歌もうまいし、声もいいし、作曲もできるし、作詞もできる。もう、完璧だなって思って、こんな二世タレント、宇多田ヒカルより、一時すごいと思いましたね。宇多田ヒカルがあんなすごかったのに。うん。で、英語も学んだでしょ？一回言ってましたけど。で、宇多田ヒカルより全然海外に近い音楽作るじゃないですか。そういう点ではもうタカの方が上ですね。僕は今まで見てきた音楽、日本の音楽家でもちろん、今まででですごいなと思ったのはやっぱチャゲ&アスカのアスカ。あと宇多田ヒカルもそうですけど。でももうこれタカはもう一番だと思うんですよ。ね。それで、ちょっと話は変わるんですけど、ちょっと、早稲田に、偏差値30以下の不良少年が、奇跡の逆転で、勝ち取ったっていうお話をしたいんですけど、実はですね、少年 B っていうしましょうかね。少年 B は、あるとあるね、公立校に通ってました。で、帰るときいつもバッグをこういうふうにショルダーにして、こう、もう、喧嘩で明け暮れてて、で、いつもグループ3、4人とつるんでて、コンビニの宴席の前でこうね、梅酒を飲んだりしてて、で、こう、出てくる人をこうね、コンビニから出てくる人を待ち伏せして、こう、弱いやつにね、こう、たかってね、こうやってた。そのぐらい悪だったんですよ。弱いものをね、こう。で、ある日ね、セカンドバッグを買って家に帰ったわけですよ。ほんで家で、ピンポーンとして、もう家は、もう、お母さんとかおばあちゃんとか、ね、三人暮らしだったんですけど、ね。おじいちゃんは遠く、ちょっと遠くの方に、ね、一人で住んでて。ほんで、ピンポーンって押して、なんでピンポーンって押してるかっていうと、もう制服のままですよ。カラオケで帰ってきて。で、お母さんがガーって開けてくれて、5回ぐらい鳴らした。それで、あんたこの時間まで何やってんのって、まあ、いつものことだけど、早く帰んなって言われて入って、それで、血うるせえなって入っていって、それで、いつもテーブルの上にはこう、網でこうね、ご飯が冷めないように置いてあるんですよ、テーブルに。それの唐揚げ弁当と、うん、で、忙しいからこれだけで済ませてねって言って、それで食べて、まずいとかって言いながら食べるんですね。で、自分の家にすぐ行っちゃって。で、大音量で音楽聴いてるんですよ。それでそうすると、下のね、おばあちゃんが眠れないから、ね、下げなさいって言われても無視です。それで勉強もしない。何にもしない。ただ寝るだけ。食べて寝て。で、たまにすね、なんか、走りに行くぐらいです。その男が、早稲田に行くからで、まあ、その子のね、舞台は松原高校っていうね、本当に偏差値が低い学校で、もう定時制もいい勝負な学校なんですけど、で、本当にそういう部類に入るんじゃないかぐらいの、まあ一応公立校だったんですけど、そこにギリギリで入ったっていうかね、こう、うん、しょうがないからみたいな感じで入ったみたい。それで、部活も入ってない。ただ帰ってくる。ただ遊ぶのは人一倍でした。ね。カラオケ、ボーリング、まあラウンドワンみたいなゲーセンとか、あとは、ね、あとは、たまにこう、ね、バーとかで飲みとか、あとは、こう。まあ、そのいつはサッカーが好きでした。ね、よく、浦和レッズの試合によく埼玉スタジアムよく、ね、そういうところも行ったり。で、これの舞台のお話は2002年です。はい。
ワールドカップがね、開催されて、ベッカムとか、あ、ベッカムじゃない、ごめんなさい。これベッカムじゃねえし。で、ロビー・キンとかね。ロビー・キンこうじゃねえか、ロビー・キンはこうか。違うか。あとは、カーンですね。カーンとか、あと、ね、フィーゴもいましたね。ポルトガル懐かしい。あとは、イタリアはトッティがいたけど、イタリアはね、ダメだったんだっけ？フランスにはね、アンリーがいたかな？うん、そういう時代。うん。それで、いつもね、下打ち学生でね、よく家族とかね、そういうのから敬遠されてたんですけど、下打ちよくするんですね。こう相手を睨んでね、こうね、横でこう。そう、それで、そういう不良少年で、で、髪はもう金髪ですよ。ね、こう、ポマーですね、こう、オールバック。ね。ナルトの被弾みたいな感じ。それで、ね、よく食堂行ってもね、おばちゃんにね、うん、いいからパンよこせよ、とかね。で、そういうね、こう、おばちゃんにも態度が悪い、そういう少年で。で、本当に、喧嘩は絶えなかったですね、家の中で。うん、大声でね。で、実はですね、その子、一個上にお姉ちゃんがいたんですね。うん。で、お姉ちゃんはですね、交通事故で、3年前に、いなくなってしまったんですね。しかも家の前で。ね。それで、その、主人公、しげきって言うんですけど、しげるのしげるに、樹木の木の木って書くんですけど、はい。で、しげきは、うん、何もやらないって言って、うん、よく、みんなね、こう呆れてまして、うん、で、実は、しげきはお姉さんのことが大好きでした。うん、本当にこう一緒に寝るぐらい好きで。だけども、こう、普段はね、人前出たらこう恥ずかしがるんじゃないか、シャイなところを見せてね、こう、うん、姉の背中をこう、キラキラ叩いたり、そういう、ね、こう、ね、あたかも仲悪いように見せてた、そういうシャイな人間でですね。で、実は、お姉ちゃんも早稲田はですね、こう、目指したんですね。で、それで、一回起こったんですよね。それで、チャレンジしてる最中にそういうのになってしまったんです。それで、刺激も、みんな言ってたんですよ。ね。刺激も、うん、もっと頭良かったらね、あんたはって死んで、絶対いい、ね、ところ入らせたんだけどって、うん。うるせえって感じですね。それで、うん。で、それで、何にもしないで一回ね、暴力事件、いろんな事件を起こして、警察もね、いろいろ起こしまして、んで、一回ですね、こう、車で運転してて乗せてる同乗者はですね、刺激が高速道路で、なくしちゃったんですよね。それで、うん、それも、付き合ってる彼女。それで、帰ってきて、まあ、すごいやっぱり怒られて、出てけって言われて出てって、一回家でして、もう刺激ももうイライラして、もう、うん、もうどうでもいいや、なっちゃったんですよ。それで、通行人には喧嘩売るし、こう、もうね、人ん家の暗さはあるし、それで、何回もお世話になりました、それはね。うん、一回もう、車をこう渋滞にさせて、道路の真ん中でこう、怠慢もして、それで二人ぐらい病院送りにしてですね、それで自分も後から後ろで棒でこう、ここを殴られて、うん、気絶して、それで、お母さんとおばあちゃん来てくれたんですね。その時も、帰れよっつってですね、うん、それでこう、ドアとドアの間でこう、足とこの手のこう攻防ですね、こうやって、どっちがこう、入らせない、入らせるみたいな感じ。で、先生にもこう、食ってかかって、こう、病院の院長のメガネをちょっと割ってしまってですね、殴って。うん、でも手に負えないって言うんで、他の病院に回す。とかって言われて、鍵も閉められて。それで、一回刺激は病院を抜け出して、まあ、仲がすごい良かった、つるんでた友人3人の元に行こうとしたんですよ、抜けで。一回バレたんですけど、二回目夜中抜け出して、それで、学校
行ったら、3、4人が学校の便所でこうライトを照らして遊んでたんですよね、飯食ってながら。だから、刺激が来て肩、足こう上げた。杖でね、杖なんかは、あ、捨てたんか。お、刺激何やってんだっつってね。お前大丈夫かそれ、足ってつって。お前何その顔って言われて、それで、3人でトイレでね、立ち読みしたときに、ああ、寒いな、今日は、って話して。刺激、お前何やったんだ、今までって。またやろうぜ、つってやったら、したら、ああ、って言って、それで、いやー、でもなー、参っちゃったよ、ってね。うん、なんか、うん、最近さ、って言って、一人の不良少年が言ったんですよ。うん、なんか、で、その、もう一人の不良少年は、実はですね、ちゃんと学校行ってたんですよ。うん、で、学校行って、そういう、で、下校の時間からも遊びでバーってやってたんですよ。刺激と全く違った。最近はいい不良だったんですね。それで、じゃあ、よかったよかった。刺激がいない3、4ヶ月の間、そのなんかね、お前らあんま変わってねえなって刺激が言って、で、立ち上がして、こう、おしっこを切ってた時に、3人こう並んで立ち上がってね、便所の、そしたら、はぁ、でもよかったよなって、前だって、その前だって言うんですよね。で、松本っていうのがね、こう、うん、そう前だっていうのが、そう言ったんですよ、その松本に。でもよかったな、前は松本な、お前。早稲田受かるなんて俺も思ってなかったよって言ったんですよ。そしたら、刺激の耳がピクンってしたんですよ。早稲田って、そしたら、一応ね、刺激もライバルしたし、刺激の一つ上の姉もそういう夢だ。ちょっと待てって言って、お前早稲田って、お前早稲田って、誰が受かったの？誰が行くの？って言ったら、何言ってんだよ、俺だよって。あれ、お前になんか、メールとかしなかったって言ってから、来てねえけどって言って、あ、お前いなかったもんなって言われて、で、お前はおそらくあれだろうなって言われたんです。その時に、またピクってなった。お前は、うん。まあでも俺は、うん。まあ、ね、来年から、そういうことで、って、ブソって言ったら、そしたら前田が、お前はやっぱりお泣きにしてて正解だったな、つってね。あ、そうそうそうって言って、俺今でもね、続けてるんで、やっぱり、あの効果って俺はね、ほんと気持ちよくて忘れらんねえよ、つって。やった後のその次の日、つってね、またね、ご飯が美味しい美味しいって、ご飯が美味しい美味しいってね、食堂で食べるときね。お前らの顔が一日近く見えるぜなんつってね。そしたら、刺激が、おなきんって、おなきんやってるって、おなきんやったらそんなにすごく、おなきんって、ってか何そんなにすごくなるのって聞いたんです。そしたら、走らないんだって、刺激は。ネットで今、ね、お金かかるけど人見てみろよ、つって。で、おなきんっていうのはね、やっちゃいけないんだよって、ほら、やるときとかあるじゃん。それで、それを我慢するだけって言ったら、うん、でも俺はね、一応、それに付け加えて、夜早く寝るようにしてるんだよって。一切夜はテレビ消してね。って見たい学校行こう、見てないんだよ。って、ね、うん、で前田が、アミノさんって、本当にあれだよなって、うん。ギャップ何って思いっきりテレビのギャップみたいなって。それで、刺激が。黙ってるんですね、ずっとね。で、解散になって、あ、